こんにちは、速稼塾の久保です。今回のですね、世界に蔓延する伝染病、これ怖いですね。怖いんですけども、各国がどのようにね、国民を守るために動いてるかってこと、これやっぱり注目してみるとね、各国でいろんな違いがあります。これはですね、とにもかくにも国のリーダーを誰に選ぶかっていうことが、そのまんま自分の身に返っていくことかなと思うんですよね。今回、フィリピンのドテルテ大統領のことをね、例にとってノックさんがお届けしてくださった動画が概要欄にありますんで、ご覧いただきたいんですけども、ドテルテ大統領はね、本当に迅速な動きでいつも定評があるんですけども、ある時はね、もう逮捕なしにもう銃殺してしまえみたいなことでね、麻薬中毒感ですか、麻薬取引をしている人を見つけたら銃殺しろみたいなことを言うと、本当に麻薬取引している人が、ね、みんなね、震え上がって出頭してきてみたいなことがあったりとか、あとはね、フィリピンでアンダーザテーブルが多いんですよ。要するに賄賂でね、自分の職権とか権利っていうのを広げてくるというね、テーブルの下のお金って意味なんですけど、アンダーザテーブルがむちゃくちゃ多いんですよ。だからそういう風な袖の下を使ってるやつは全員ね、処刑しろみたいな指示を出すんじゃないかって言われたんですけども、そのぐらい過激なこのドテルテ大統領なんですけども、国民が困ってる時にはね、やっぱりこういう風に迅速に対応してくださるところもあるのかなと思います。これはね、アメリカのトランプ大統領も似たようなところがあって、トランプ大統領も割とね、強気の政策を取ってきたりとかするんですけども、まあそれは日本だけかもしれないですけど、日本に対してだけかもしれませんけども、やっぱりね、こういう時の救済っていうのはすぐにするんですよね、アメリカね。今回237兆円の財政出動して、プラスその後にもまだあるようなんですよ。ただちょっとね、間に合わないようになってしまいました。今年の1月はアメリカの失業率って 3% ぐらいで、失業者がね、20万人ぐらいしかいなかったんですけども、なんとですね、2月には360万人の失業者というのね、失業保険の請求があって、ついにね、1000万人を超えたんですよ。先月3月、3月は1000万人以上の失業者が出たってことなんですよね。この速度すごいですよね。もうね、 10% を超えるような、人口の 10% を超えるような人が失業してるんじゃないかなというところが、アメリカには見て取れるところ。はい。で、フィリピンやアメリカの例をね、見た後で、我々に、日本っていうのはどういうふうになっているのかなってことですけども、30万円の給付も未だされてない。プラス、もうほとんどの人がもらえないみたいな制度ね。それから、事業者向けの100万円、200万円っていうのもありますけども、これもまだね、どういうことになるのか発表されてないってことなんですよ。唯一稼働中なのが、融資ですよね。住宅政策金融公庫を通じての融資なんですけども、まあ実質的に無利子とは言っても、やっぱ借金ですよね。組まなくてもいい借金をこの度組まなくてはならないってことで、非常に事業者さんね、苦しい思いをしているというところがあります。さあ、それでここから私の論理の展開ですけども、どちらにしてもね、私たちは目の前にある材料で何かをしなければならないのは一緒なんですよ。阪神淡路大震災の時もそう、東日本大震災の時もそう、その他のいろんなね、トラブルに見舞われて、私たちは家がぶち壊されてね、風にさらわれて何もない状態のことが結構あったと思うんですよ。で、目の前にある材料で何かを構築しなければならないってことにいつも苛まれるわけですよね。もちろん誰かの支援とか国の支援があったらありがたいですよ。でも私たちは残念ながら今回ほとんどの支援が受けられない状態で、ほっぽり出されたわけですよね。でもやっぱりね、生きていかなくてはなりませんし、その生きるパワーといいますかね、生きる知恵ってものが試されてるのかなというふうに前向きに考えるしかないのかなと思うんですよね。どちらにしても私たちはこの国で生きていくしかない。ほとんどの人はこの国で生きていくしかないと。そして時にね、有能な指導者、無能な指導者、いろんな方が現れますけども、どちらにしても私たちの国っていうのは、過去にそうしたね、ひどい目に遭わされた人たち、先祖たん、そういう方が作り上げて今に至るわけですから、私たちもね、できないことはないなと思いますよね。またでもね、やっぱりこう、頼りない政府だなと思っちゃったりしますよね、今回はね。でも、頼りない政府とは言うんだったら、頼れるところは頼っていきましょうっていうことで、前に進むしかないのかなと思っちゃいます。ドテルテ大統領のね、政策もいいと思いますけども、ただね、フィリピンの政治がすべて、じゃあ日本を埋まってるのかって言ったらそんなことはなくて、やっぱりね、平等に考えて、公平に考えて、世界一恵まれた国は日本なんですよ。危機に際しては、今回みたいな危機に際しては、あまり手厚くないですけどもね。あとは皆さんがどう考えるかですね。ノクさんの動画、概要欄にありますんでご覧ください。